皆さんこんばんは、うさぎ大好き番組うさぎのおめめ、今日は第15回目の放送が始まりました。この番組は名古屋 IPTV のバーチャルスタジオから、うさぎ大好き私原田明美と、今日は五島さんではなく、はい、ジョニーさんです。ジョニーが、はい、担当したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週も皆さんとチャットでどんどん盛り上がっていきたいと思います。はい。はい、あ、すごい。ひこさん2人。ひこさん2人。あ、すごいすごいすごい。はい、今週もたくさんの方から ね、あの動画をいただいてますので、はい、はい、ぜひぜひ動画を投稿した人は特に、はい、チャットに参加していただきたいと思います。これは、まだ。フリートークかな。今日はね、はい、うさぎ先輩実はですね、はい、ちょっとお風邪を召しましてですね、あらま朝あのメールが入ったんですよ。39度の風邪がしましたって。この前役払いに行ったのにね、何しに行ったんだかよく分からないけど、うんこし履いてたのに裸になって頑張っちゃったからちょっと風邪ひいちゃいました。ということで今日はジョニーさんがピンチヒッターです。裸先輩そうそう、ちょっとね風邪ひいちゃいました。はいはい、五島さんの分も皆さん頑張って、はい、皆さんで盛り上がりましょう。はい、ではいいですかね。はい、じゃあ初めのコーナーの昆虫のポアロのコーナーです。このコーナーは私の、家族のポアロの毎週の様子を、お伝えしています。では VTR お願いします。はい、今週は挑戦したんですか。今週もね、一応ベランダへ行くよってことでそこから始めました。でもね、行きたがらないあの素敵なベランダですよね。うん、ベランダ素敵かどうかわかんないんですけどあの移動するのが嫌みたいで、あで特にあのちっちゃいケージに1回入れるから、あれを見せるとね絶対尻込みするんですよ。いつもだいたい掃除をする時とか、あとまあうさもりさん行く時とか、何しろ移動か仮置きする時にあれを使うんですけど、あれを見せるとその時の反応は早いの。もうすぐにね後ろにキキキキって言っても踏ん張ってるもん。全然ほら動かないでしょ。動かないです。普段はねケージ開けるとすぐキュッてくるんだけど、これを見せちゃうとねダメなんですよ。もうぬいぐるみのようになってますね。そう、もう動かない面白いね。にも一応意思があるんだなっていうのが嫌がってるんですね。そうそうそう、無言の抵抗ってやつですよ。でここ入って入ってって言っても全然入らない。動かない。面白いでしょ。ちょっと嫌なことだけはすぐ覚えてる。身を固くするなくても、うん、あれ一応取りながらなので片手でこう入れられないもんだからちょっと難儀してるんですけど、そう本当はねピッてこう入れ入れられればいいんだけど、それができないから一生懸命おいでって言ってるんだけど、いやいや逃げちゃったりして。こういう時皆さんはどうしてるんですかね。そう、どっかあのよそに行くのが好きな子もいるかもしれないけど、違う違う、母ちゃんさんがおやつで釣るとか。ああ、おやつね、やったことないんですけどどうなんだろう。してます。あそこでもう止まっちゃった。すごいでしょ。これぬいぐるみですか。ポアロによく似たぬいぐるみですね。ちょっとくたまの電動で動くんですよ。何面白いよね、なんか、ね、そうそう、不動なんですよ、羽田さん。よいしょ、面白いですね。嫌がってる。すごい嫌がってるのはよくわかるので何ともしようがないんですけれども、はい、で一応まあ何やかんやであの一応カメラを止めまして両手で入れて、まあ、一応ベランダに連れてきたと。出ましたよ。この日はねちょっとあの天気が良くて、あんまりなんか直射日光良くないって言われたんですけど、まあいいやと思って出したんですけど出るは出るんですよね。だからなんかちょっと鍵がすごく映っちゃって、でなんか小道具いるかなと思っていつも大事にしてる枕とか取ってますね、あの鍵は。思い切りこっちからこう光が差すので通るんです、まあ、本人はやっぱりちょっとやっぱに鈍いんですよね、動きが。ちょっと警戒してるんじゃないですか。部屋の中はもうぐるぐる回るんですけど、ベランダに行くとあまりやっぱ好きじゃないのかもしれない。基本的にやっぱこう自分のテリトリー以外だから、うん、あ、それはなんかね、あの、ね、小山さんも言ってましたよね。一応自分家っていう意識があまりないみたいでまあ普段いないから
ベランダ素敵ですね。毎回そうですか。狭いんですよ、とっても。他の方も言ってますけど。ありがとうございます。出ましたね、このボールは。うん、このボールめっちゃ持ってきたんですよ。なんかないとつまんないしと思って。あんまり反応を示せないんですよ。何してんの、バタ。なんかで、あん中に枕を入れたもんだから、枕の方にばっかり気になっちゃってダメなんです。ここでしょうがないから、もう一回枕を出して、あっちやったりこっちやったり、ほっかったりとかして、枕をペロペロ舐めるだけ。ベランダの意味はあんまりないんですよね。でも去年出した時はもうちょっと動いてたんだけど、やっぱりちょっと年取ったのかな。まだ3年ですよ。そう、まだ3年なんですけどね。ベランダの方が好きっていううさちゃんとかいるんですか。多分ね、いると思うんですけどね。セイさんだって。セイさんですね。セイさん、私はちょっと知ってるんですけど。あ、そうなんだ。ジェニーさんの、ありがとうございます。ジェニーさんの友達。あ、入ろうとしてそうそう、そう、入ろうとしたりとか、ね、ハウスって状態です。でも結構慣れたらね、ぴょんこぴょんこ。でもこんなぴょんこぴょんこじゃないもん、普通は。あ、そうなんですか。 もっと早いもん。なんかいやいやぴょんこぴょんこしてるっていう感じで、あんまりだからいい動画じゃないんですけど。ちょっと日陰に入れてやった方がいいかなと思って、わざとこうやって外に出しといて。そうそう、あっちの方は日が陰ってるので。ベランダ素敵ですよね。なんでそんな同じことばっかり言うの。思うんですけど。これお手製のベランダ。あ、出ました。あの、本職なんで。本職なんで。でも逆側にあのこう隙間があって、そこはね行ったりするんですよ。でこれは、ま、やっぱりあのなんかこう気になって立ち上がったりとかする。あそこに一応あのあれ入れてやったもんだから、ね、枕をね。まだ枕。そうそうそう。枕を求めて伸びたりはするんですけど。あとはね、葉っぱを食べようとするからそれだけちょっと気にしてて。めめおさんご存知？めめおさんご存知ですね。あ、ご存知です。やっぱジョニーさんのお友達が多い。うん、そうなんです。多分めんめんおさんあたりはちょっとうさぎに関してあまり詳しくないので、じゃあもうぜひ皆さんで見てください。あ、そう、めんめんおさんにいっぱい教えてあげてください。え、ひどいと死んでしまいます。リリーローズさん、何を。あの、あつさんに弱い方。あつさんね、そうそうそう。今ほらあそこ行ったでしょ。あそこはどうも好きみたいで、あの狭いところが、こんだけ広いあそこが大好きなんです。あそこになんかすると行く。うーん、一応ね、ウッドデッキと玉砂利とあのタイルが引いてあるんですが、ウッドデッキはね、やっぱり一番涼しいところなんで。あ、これはもう帰ってきたところで、あのこの際だからって言って帰ってきた時に、あそこにトイレがあるんですよ。で、ちょっとトイレのところ色変わってますでしょ、はい、はいはい。あれで入れる前にあの新鮮なあのお手洗いをした後 あの猫砂あそこに入れて、ここなんだよ、ここなんだよって一応一生懸命あの今言って聞かせてるところなんですけど。これ、え、まだ覚えてない。うん、覚える気がない、うん、覚える気がない、覚える気がない。一応匂い嗅がしてここだよここだよって言って、もうたんまり持ったんですよ、あそこに。色がすごいでしょ。やっぱりこれぐらいしないとダメかなと思って、ほら鼻もつけてここだよって一生懸命やってるんですけど、これオチがありましてですね。ほう、この後この後オチがありましてオチまで参っちゃった。一生懸命ここでね、説明説得してるんですよ、私。一応ここトイレだからね、でもいいなと思って。すみません。はい、すみました。はい、この後なんですけど、パワロちゃんのトイレはあそこではなくてですね。はいはい。もうちょっとすると旋回するんですけど、回って早く。回って。一応、あと余計なことをしつつ、早くいらっしゃい。あれ確かこれ全部撮ったはずなんですけど、まあ、みんながこうみんなが見てるんだよ。そう、みんながね、みんなが見てるよ。そう、リリーローズさん正解かもしれない。ちょっとなんか様子見ながらですけどもね、こんなに長かった。ここなんです、この子のトイレは。微妙にトイレではないところで、あの本来のトイレを一応なんていうの、あの ガイドにしてですね、あそこでするんだよっていうのをどうも自分で覚えちゃってるみたいで、だからこう便器のここでしてる状態ですね。